おはようございます。おはよう、みんな。大ちゃん送ってくれてありがとう。うん、ちょっとやばこれ、めちゃくちゃ多いな。うん、今までの横断企画とかより全然荷物めちゃめちゃ多いんだよ。確かに3ヶ月の振り返り多いな。嘘やろ、ハビ言うたらさ、うん、もう現地調達でなんぼやみたいな、うん、お好きな目にしてとか、うん、あとはなんかまあなんかあの向こうで稼ぐとかなったら、はいはいはい、路上で稼ぐとかバスキングするとかってなったら、うん、ちょっとなんかいろいろおもちゃとかナルトの格好とか、うんうん、ないろいろ入れたりとかしてたけど、うんうん、でも今回はな、はい、いよいよこの日は来たわ、うん、視聴者さん、俺はもう待ち望んだよ、うん、もうあの日見た夢をもう一度戻らない日よっていう俺 の歌の歌詞にもある、うんうん、もう3年前4年前見た夢、あの時叶わなかった夢をもう一回再チャレンジということで、うん、なんと今回北極に行ってみます。はい、それまでの道中がかなり長いから、うん、その前がまずロシアに、うん、北極の地のキャンプ入りするまでは、うん、ロシアに、タンクから韓国行って、韓国からウズベキスタン、うん、ウズベキスタン多分一泊やな、うんうん、一泊してからロシアのクラスのヤルスに、うん、そこまで行って、そこで一旦滞在で慣らして、もうその時点で多分もう氷点下マイナス10、20とか、うわやばで北極ヘリで北極入りしてみたいな、うん、そこまでの道中もかなり旅やから、うん、だからまあこんなには荷物やねんけど、これは生活の荷物じゃないねん走るためにマイナス30から50って言われてんのか、うん、北極の地って、それもマイナス30から50までって、もう着替えを駆使していかないと、ね、厚着すりゃいいっていうもんじゃなくて、はいはいはい、着込んで着込んで着込んで厚着しまくった物質ってもやっぱり汗かくから、うんうん、だから汗が瞬時に凍っちゃうから、ね、それがやっぱ凍傷になったんで、うん、痛い痛いになっちゃうから、うん、痛い痛いじゃ済まんよ、すまん、うん、だって本当にもう指をもう切断した人たちとかもおるから、うん、かなり危険だから、今回のチャレンジっていうのはちょっと今までのチャレンジと違って、気合と根性と、うん、ほんまに体力とか、うん、もう俺の取り柄だけじゃあかん、ね、うん、てかむしろ体力あっても、でも無理したらあかんっていう、うん、ちょっとチャレンジのスタイルが違うねん。北海道のマラソンあったやん、100キロのマラソン、はいはいはい、あの時はマイナス5から10とかやったのかな、うん、忘れたけど、あのニット帽とかもなしで、うん、ドンキの靴で、で途中なんかもうジャージとか投げながら、うん、もうこうやって走って頭とか凍ってて、この辺とかつらい、おーやば、キンキンで足とかもカチコチなってんのに、うん、一切準備もされずに、うん、それであれ、あの時80まで行ったのか、うん、今の俺からしたらもうありえない、うん、すごい気合だけで、うん、あの中80行ったのやばいなと思って、うん、で2回目ちゃんとして、100キロ到達してる、うんうん、でも今回マイナス30やね、うん、だから俺めっちゃ汗かけん、そやな、汗かかんへんくて、で長距離が走れるラインとスピードとかを見極めなあかんね、うん、だからまあスピード速く行けばいいっていうもんじゃなくて、完走することがまず大事だし、うん、あの俺25キロ練習で走ってんけど、うん、これをジョーズクラブで配信したけど、ジョーズのみんながもうまずは無事で帰ってきてって、うん、まあ、それが一番やから、うん、俺はこれ全国のもう全世界の旅人に言いたいのも、まあ、旅っていうのは帰ってくるのが、無事で帰ってくるのが旅やから、うん、そう、無事で今回、はい、帰ってくることがまず一番の成功なの、うん、一番の成功をちゃんと目が、うん、健康で元気な体で帰ってきたいと思います、うん、ちょっと一旦チェックインしてからな、うん、この荷物たちを、はい、今回ちょっとさっきロシア入るからさ、はいはいはい、その辺な、非友好国って言われてたりとかするやん、うん、まあいろいろ大変ですもんね、だから荷物とかも結構大変らしくてさ、うん、情報によると、しかもなんかロシア入りするとき、うん、ねえ、まあ、モスクワとかやったらもう当たり前のように検問受けるときに別紙追加されて、うん、で2時間とか長い人やったら、うん、いろいろなんか質問を受けるとか聞いたりとか、うん、まあでもしばしお別れやな、そうですね、うん、なあ、大ちゃんは悲しそうやけど、あのチーはなんか嬉しそうやん、なんでやねん、ちょっと羽からかけてますか、なんでやねん、あ、羽伸ばそうとしてこの2週間ぐらいでもフィーバーしよう思ってた、いやいや全然全然ナチュラル勇気を全然全然、どんだけ今エール送ろうか考えてるとこですか、ほんまに、はい、いやだから俺今日のために、うん、パスポート、うん、新調してんのこれ、綺麗な新品になったんや、めちゃくちゃ綺麗やった、うんまや、え、だから俺スタンプ全部埋まっててんや、はいはいはい、前のパスポート、うん、かつもうこれやったから時期飛んでて、うん、顔認証とかの、 あのゲートとか通過できんかったから、うんうん、全部俺友人カウンターやってんや、そうでしたね、
ロシアのビザを取るにあたって大使館にパスポート送らなあかんかったんけど、うん、戻ってきてもうて領事館から、うん、自分の自宅に、うん、古すぎますと、あースタンプももうないんで変えてください、そうじゃなくてビザ下ろせますんで、うん、ギリギリでちゃんと新調して、なんか新しい気持ちでスタートできるなと。今回はちょっと未知すぎてやばい。だって北極マラソンで調べたらなんかもうゴリゴリ顔凍ったおっさん出てくるきたなすごいことなってる、うん、おっちゃん出てくるんだな、うん、そう凍りながら走ったんだな。ニット帽をかぶっても汗かいてそこ凍るからな、ニット帽が。だから汗かいてもうたらもうそれ買いことせなあかんから、うん、今回マジで準備が大変で、うん、ランニングウェアって言っても、うん、ランニングウェアで走ったらあかんやん、うん、そんなもん。せやな、その厚着しても汗かいたらあかんやん、うん、だからミルフィーユ状態って俺は呼んでるんだけど、初めは汗とかをちょっとなんて吸収してくれて、かつ通気性がいい、うん、肌着、インナーカラーで2層目、3層目、4層目と着ていって、うん、で汗の状態を 見極めなあかんね、うん、今回俺30代入ってこのチャレンジでマジで良かった。それこそさっき言ってた北海道の100キロマラソンの時やったら、うん、終わってた、うん、絶対通しようなってた、うん、手袋だけでだって6枚ぐらい入れたかな、その用途別で、はいはいはい、手袋も30とか40にせなあかんから、でかつ撮影するからタッチペンもちゃんと持ってきて、ボタン押されへんかったりするやん、うん、GoPro とか、うん、GoPro もずっと持ちながら通って走らなあかんわけだけど、うん、あっ1個だけ持ってきな、はい、汗かいてきた、早っだから俺やばいやん、懸念点やん、めっちゃ代謝いいねん、俺の健康な秘訣って、まあ、ストレスフリーでとかあるけど、うん、多分代謝いいのもある、うん、それきれいって言われると代謝いいのも絶対ある。今回ちょっと俺の心持ちがいつも違うのは、いつもの挑戦と、うん、絶対達成するぞっていう気持ち、成功させるぞっていう気持ちと同時に、うん、もう今日も朝花屋のおばちゃんから LINE 入ってたけど、うん、無理したらダメだよ。いやほんまにな、うん、あの無理して年をなって、うん、まあな指なくなるとか、うん、気合で我慢したらいいっていうもんじゃないし、うん、気合があるからこそあかん方向に転じる可能性もあるから、うん、あもう厳しいなって思ったらもう休んで、それでも無理やなって思ったら、うん、もうリタイアっていうこともあってもいいと思ってる、うん、それはなんか、うん、俺自身に挑戦したっていうこと自体が俺の中ではもう夢やったからさ、うん、まあでもなんかたくさん考えて準備したんで必ず成功させるぞという気持ちでやりたいと思ってます、うん、まあ冒険に危険はつきものといえども、うん、でもほんまに何かあったらそれはもう冒険の意味がなくなっちゃうから、うんうん、みんなが悲しむような冒険はしたくないんで、うん、なんかそこは初めに言っときたかったなって、うん、はい、ちゃんと生きて、無事で帰ってきてみんなにこれを見せることによってみんながなんか元気や勇気を与えるプラスな気持ちになれる、うん、なってもらえるってことは、うん、僕の中での冒険もお醍醐味というか趣旨なので、うん、目的なので、なんかそれをしっかり自分に肝に銘じて今回は行っていきたいなと思います。じゃあちょっと一回チェックインする、うん、ロシア行きたいな、ね、すでになんかいろんな種類行ったとかギリギリやめっちゃ時間かかりましたもんね。で、ロシアってクレジット使わないの日本の、はい、1回全部ドルに直さなあかんな。なるほど。で、何に使うかとか全部書かされて、うん、とりあえずあの両替してくれ、うん、ギリッギリッ、うん、やばいよ、無理ギリ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 あんな並ぶと思うかね、無理しないようにと止める人いないんで今回また連絡するわ、気をつけて。オーケーです、ありがとう。まだゴールドサラー浮かんでジョブロック、マジかよ俺毎回こうやんけ、マジで結構余裕持ったもてんから、ほんまもうすっごくマラソンも始まってるやん、ここまで来た大丈夫、あ、ジュナル着いた、あ、いけるわ、これで一件落着、乗れました、いけたわ、乗れました、いや、乗れたというか入れたわ、あ、よかったよかったよかったバタバタやったな、バタバタやった、ほんま汗やばい、もうあのマラソン始まってるわ
こんな早くからもう俺チャレンジすると思わなかったわ。うん、いやでも気ぃつけて行ってくるわ。はい、もうそれだけは本当に。うん、でもまだ間に合うで、来るんやったら。いや、もう間に合わんわ。ほんまに気をつけて。オッケー。無理だけはしないように。止める人がいないんで。せやな、確かに次はおらんからな。お前な、一人やからな、自由に騒げるわ。え、まあ、そうっすけど、まあね。はん、オッケー、日本で待っといて。日本は任した、はい、レリゴのみんなにもちょっとよろしく言っといて。北極は電波繋がらんけど、ロシアやったらな、多分繋がると思うから。ああ、そうっすね。なんか随時連絡するわ。了解です。うん、あ、あと、だいちゃん、はい、GoPro で、ずっと撮り続けるから、はい、なんかオフにしたら、なんかショートするというか、温まらんらしいねやん、はい、すぐ凍っちゃうらしくて、はい、電気が。だから割とずっとオンにしとった方が電源取り続けなあかんと。だからほんま5時間とか6時間とかの動画を見続けて編集することになると思うけど。まあ、僕はそれの方が楽しいかもしれないですけど。変態やな。変態やな、それ。うん、生のでもな、一番生の生もの素材を見れるもんな。そうですね、まあ生レバーがやっぱ美味しいじゃないですか。何言ってんの。もう俺汗だくや、やばいわ。ほんじゃ、行ってきます。レディゴーしてくるわ。ありがとう、送ってくれてわざわざ。はい、チンヤも楽しんで。あの有給を。朝朝しておきます。うんうん、ほなね。はい、はい、ほな、行ってきます。ジョブロック、ずっと乗れたな、マジで。ちょっと汗だくで、ほんまちょっと隣の人申し訳ないな思ったけど、誰もおらんかった。よかった、韓国やから短いから、ちょっと休憩に使うわ。移動が一番ゆっくりできる。目まぐるしい日々やったから、アパレル立ち上げに、レディゴーの周年に、目まぐるしい日々やったから、マジでやっとゆっくりできたって感じだ。全力でこっちに向かって手を振ってくれるみたいなんで、皆さんその姿をお探しください。ソウルはインチョン空港、韓国のソウルの空港に着きました。めちゃくちゃ快適やった。もう1時間半ぐらい爆睡やったわ。なんかやっと平穏な日常が俺に訪れたって感じがするわ。でこっからだいたい2時間ちょいぐらいかな、待って乗り換えして、でウズベキスタン、初のウズベキスタン、スタン系に行ってまいります。もうほんまに寝て起きたら着いたって感じ。朝早かったからな、だからちょうどよかった。さっきも言ったけど、目まぐるしい日々を最近送ってたから、だからなんかやっとゆっくりできたっていう。本来やったらな、移動自体がまあ言ったら疲れを伴うねんけど、逆に疲れを癒す時間になったわ。ちょっとなんかな、韓国のもん食いたいな、せっかくやから。でもなんかまだ全然ロシアとか北極に行くっていう実感は全然ありません。俺が今こうやってカメラインカメで回しながら喋っていくけど、周りの人らとかバーって見てるけどさ、俺のこそたまにチラチラ、ああ YouTuber なんやろうなって、韓国で多分なんか食べ歩きでもすんのやろうな思われてるやろうな。はい、ただいま俺は2時間ぐらいトランジットの時間があるから、ダンキンドーナツをアイスコーヒー飲んでます。いや、アメリカ横断の時にダンキンドーナツにお世話になったからな、ほんまに恩返ししとこうっていうか、もうどんだけビビたる恩返しやないと思うねんけど。でほんまにな、優雅な時間が流れすぎてて、一切北極行く実感がないっていうな。いつから実感あんねやろうな。でもロシアからやっぱヘリで北極に降り立つ時かな、うわーってなるんじゃない、いよいよ北極やーって。ただな、今日ウズベキスタン宿泊で、そっから次の日ロシアに行くねん。ウズベキスタンとロシアもだから初めてやから、初めて尽くしやねん今回。地球が家ってマジやな、ほんま俺。画
け抜けたな。でもなんかこんなにゆったりする時間ってなかったからほんまに幸せ。なんか2時間こんなにぼーっとできたりとか、ゆっくりちょっとインスタライブとかジョーズクラブの配信とかしててなんか幸せやなと思った。こうやって海外行く時が一番ゆったりしてるっていう。まあこれも全然ななんか撮影はしてんねんけど、でもこうやって撮影してたりとかインスタライブとか普通にやってたらさ、なんか一人で旅してるって感じがせえへんな。なんかみんなが一緒におるなって感じがするな。そういう実感があるわ。みんなもコメントくれたりするし、ライブ配信やったら特に。でこれもなんかみんなに喋りかけてるって感じがするからさ、一人って感じはなんか不思議とせえへんねんな。だからなんか寂しいですかとか孤独ですかってそういうの言われるけど、あんまそういう感覚はなくて、まあもともと全然なんか孤独は楽しめるタイプやから一人っていうのが寂しいと思ったことはないねんけど、でも今回はほんまにあの全部が全部満ちすぎて実感がない今んとこ。だって何の飯食うんって北極って。で北極に 1,2 泊すんねんけど、どこにどうやってテント張んの、運営さんとかってどういう風になんかマラソンのコースを引いてるんとか、どういう地面なんとか、みんなどんな服装なんとか、お土産とか売ってんのかなとか、なんか生肉食べるって聞いたけど北極周辺ではどんな料理なんとか、なんか全部が全部気になるな。だからこそ満ちすぎて実感がないって感じかな。今のうちにちょっと体も休めつつ心も休めつつ北極に着いたら気合い入れていこうかな。はい、無事トランジット成功したで。ほっと一息や。またちょっと一個一個な、やっぱ国際線は集中していかなあかんな。今回に関してはほんまにもう高額なお金もかかってるし、かなりでかいチャレンジやからな。こっからウズベキスタンやな。初めてのスタン系の国、ウズベキスタン共和国に行きます。イスラム教の国やな。イスラム教やけどなんか酒飲めるみたいな、ペットボトルビールとかあるみたいな。気になるところやけど俺今日酒飲まれへんねんな。だってマラソン前やからな。今酒入れ込んでアルコールが体内に回ってる体で走るっていうのはやばいからな。でこっから大体8時間ぐらいかな。ちょっとそろそろ機内食食いたいな。機内食出るやろな思ったから、さっき飯食わんかったん。韓国行きの飛行機では爆睡してもうたからさ。来たファンの人たちからの読み切れてなかったファンレターを読みます。ファンレターちょくちょく読んではちょくちょく泣いたり笑ったり、モチベーション上がったり、北極への気持ちが多分上がると思うんで大事に取ってあります。ありがとう。みんないつもありがとう。みんなの思い届いてるからな、大事に思ってます。きたー今日の初飯、うまそう、めちゃくちゃうまそう。いただきます。ウズベキスタン到着。いつの間にか夜なっとったわ。綺麗、夜景めっちゃ綺麗。ジョブロック。お、着いた。タシケントインターナショナルエアポート、ウズベキスタンの首都。綺麗な、なんかあの看板。もう今時刻は8時で、なんか日本より4時間遅れらしいから、日本がもう今深夜12時やねん。言うたらもう俺そろそろ寝れる時間や。今回の最終の国のロシアまでは明日やねん。便出んのが明日の、しかも7時に出るっていう。今8時やから、まあ約もう11時間ぐらいだから、ちょっともうこの辺のホテルに一回宿泊しようかなと思います。まあ、右も左もちょっと分からんねんけど、とりあえず空港から 1.8 キロぐらいのホテル取ったから、で割とな安かったん。空港近くてなんか高いイメージやけど5000円ぐらいやったから。公用語はウズベク語とロシア語もそう共通言語として使われてるらしい。まあ元々1991年までソ連やったもんな。ソ連から独立した国やな。ウズベキスタン、スタンっていうのがペルシャ語で国っていう意味やん。何々の国みたいな。でウズベク語やから、ウズベク族っていう民族名から取って、でウズベキスタンやな。ウズベクの国っていう感じ。ウズベキスタン。とりあえずちょっと入国審査行ってきます。入国審査終わった。入国審査終わって、もうほんまに秒で終わった。荷物ピックアップやねんけど、もう人多すぎて荷物取られへんやん、こんな流れてきても。
俺な毎回緊張の一瞬やねんな。過去にテントだけなくなってたとか寝袋だけ落ちとってどっか行ったとかそういうのあったもんな。今回の荷物はマジでなくされへんから、いつもやったらもうマジで現地調達でええねんけど、なんかなくなってもパスポートとまあお金と iPhone さえあったらええやろうぐらいの。30分以上経ってるけど来えへんで。一生荷物見てるで、まあ、まだ人がおるんが幸いやけど、ちょっとなんか徐々になんかこう俺の周りの仲間や思ってた人たちがどっか行くねん。やっぱもう9時過ぎた。やっと来た。うわ、なんかポケット開いてる。やっと来たけど、なんかポケット開いてるって。大丈夫マジで。こわ、いけてんのこれ。なんかなくなってないよな。とりあえず一安心やわ。ほんまなんか俺の周りの同志たちがどん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 なんか消えていくからさ、先に何も言わずに。当たり前やけど、ちょっとずつ不安がなんか大きくなっていく感じしたよな。で、ちょっとこの空港 Wi-Fi ないかよのせやんねんな。いや、一晩泊まるだけやからトランジットのために。あ、もう9時半やん。マジで1時間ぐらい荷物眺めとったで。とりあえず Wi-Fi 捕まえな。はい。ん？ They have drone. Drone? Drone? I don't have. Ah, yes. They have Wi-Fi here. Free Wi-Fi. あ、全然聞いてくれへんやん。ドローン持ってるかって言われて、いや、I don't have 言うたら、どっか行った。あ、じゃあええわ。そりゃドローン持ってそうよな、この感じ。とりあえずちょっと、一回、身支度整えさせて。じゃあ、とりあえずタクシー乗れた。あ、だ、ホテル？いや。で、なんか歩いたらめちゃめちゃ遠回りで1時間ぐらいかかるって言われたから、ね、まあ、ほんまかわからんけど、でもなんかビビたる Wi-Fi 繋がって、そんな感じだったから。Держитесь правых полос. Маршрут перестроен. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Мама, такая она. It's rain today. Is Praf delicious? Praf.プラフチューズラグマンマントゥ。 Do you need? Yes, yes. Near hotel? Yeah. Oh. Can I stop? Yes. 食べたい食べたい。プラフみたいな、ピラフみたいなあるみたいなっていうのと、ラグマンって言ってなんかなんかうどんスープみたいな、あとはなんかマントゥっていう蒸し餃子みたいなあるらしい。韓国で Wi-Fi 拾った時にちょっと調べて、でもホテル沿いの道にあるみたいだから、めっちゃいいホテル。あ、グッドホテルやん。 Thank you. What's that shop name? Edibles? Yeah, yeah. Okay. ありがとう。 Is the room? Yes, yes. Okay. ありがとう。なんかええ人や。 You are good man. なんか今回もええ旅になりそうやな。なんやかんや、ドラマティックな。 Thank you. Thank you so much. ありがとう。 I'm gonna check in. うん、すごいな。 Beautiful hotel. これ5000円。あ、ブロガー。あ、そう。そうそうそう。Yes, yes, yes. YouTuber. Japanese YouTuber. What's name? あ、ジョーブログ。ジョーブログ。あ、これ。これミス大丈夫かな？これ。This one. Ah, this is you? Yes! Yes! Nice to meet you. Have you been to Japan? No? Come on, someday. Okay. Good country. Breakfast time is 7 to 10. I have to go to airport early morning by 5 o'clock. I can contact you. You can't? I can. Ah, you can. Ah, okay. 安心した。よかった。もう英語喋れなさすぎて。イエーイ。タクシーが1000円ぐらいやった。ホテルが5000円ちょい。あ、久しぶりやな、こういうの。一人で。
よいしょ。お、綺麗や。絶対綺麗。え、ちょっと待って、でっか。うそやん。うそ。バリでかいやん。最高じゃん。はい、こんな感じでございまーす。はい。めっちゃ切れない。二つあんで。なあ、チンやよって思うよな、ほんま。チンや今日おらんからな。まあ一人でも楽しんでるよ。チンや。え、うん、じゃあなんかあのタクシーのうんちゃんが教えてくれ、兄ちゃんが教えてくれたとこ行こうや。でもほんま俺明日4時半と5時とかやねんやん、起きんの。はい、だからちょっとサクって食うしかできへんけど、2キロって言ってたな。ちょっと調べていくわ。さっきのなんか兄ちゃんが言ってたから。初ウズベキスタン料理行ってくるぜ。I wanna eat plus plus dinner. Yes. Do you know? 1.5 kilometers. 1.5. 1.5. Oh, 1.5. Just go straight. まっすぐ行って turn left. Five. Okay. 調べる。Thank you.じゃあ行ってきまーす。めっちゃ綺麗やもんね、ここのこと見て。ファイスな、ファイス。名前さえなんか俺頭に入れとったらなんか大体いけるから。人に聞くという術があるから。はい、ちょっとなんか今あの道変更しました。というのも Google マップで見たらそのファイスってところはもう閉まってた。11時手前やねんや。どうしよっかな。じゃあなんか適当に行くわ。ほんまにこの国道みたいなんで。なんもないねんな、この辺。散歩がてら行ってみて。で、なんか腹ごしらえするわ。やっと外に出たって感じがするわ。ほんまにずーっと本読んでた。ファンレター読んでからずーっと本読んでた。ここもなんかちゃうしな。飯屋じゃないもんな。ほんまなんかファンレター読んだらやっぱなんかこう、原点に立ち返んねんな。すごいこう大事なものを思い出させてくれるというか。ほんまみんなありがとうやわ。明日朝早いからもう5時とかやからさ、もう寝た方がええかと思う気持ちもあんねん。まあ旅やから一応散歩してるって。なんか発見ないかなって。まあいつものことやねんけど。あ、これでええやん。もうこれなんか一個見っけだわ。あー、でもなんかありそうやな。うん、ありそう、ありそう、ありそう。いける、いける、いける。いきます。よし、行け。ワン。いける？ワンピーポー。オッケー。あ、あるじゃん。マントゥーとか。ワンチャンカードなしかも。あ、クレッ、ノットユーズ。ビザ？ Yes, ビザ。So, where is ATM near here? Good? Pincode. 結局、クレジットカード使えませんでした。しゃあないな、ほんま。どっかないんかな。なんかホテルとか結構あんねんけどな。一晩しかおらんからな、キャッシュ持ってないねんな。うわ、なんかマーケットあるわ。スーパーか、あれは。スーパーちゃうねんな。食えたら行っちゃいいねんけど、それやったら別に寝てもええからな。あっち側渡りたい。なんかボタンとかないの、信号の。どうしよっかな。ホテル帰んのもったいないな。ちょっともうちょい悪あがきするわ、あそこ。なんか売店みたいなあんな。売店。この辺も。なんか売店みたいな。これスーパー、でっかいスーパーやな。これホテルや思ってたらスーパーやったわ。ほら。雨めちゃめちゃきつなってきた。あ、これなんかローカルなレストランやったらええねんけど、ちゃうわ。鳥の量り売りみたいなのしてるわ。売店やわ、これも。ほら、ATM あるやん。ATM あるやん。いや、行けたやん。行けたやん。ATM ない言うとったやん。あの、お姉さん。ラッキー。マジで、Wi-Fi もないし、電波もないから。何歩下ろしたかとか全然分かってないねんけど再び来たぜ、イエーイ。いけるやろ、次は。これは米、ライス。ねえねえねえ。ノー、ノー、ノー。じゃあ、マントゥー、マンティー。マンティー、マンティー。マンティー、ボム、マンティー。
マンテボーム Yes あとこれ、ラグマンラグマン、Yes Yes Yes, OK Yes OK ラグマン Yes で、マンティアイナイ Yes, ワンこれ、トゥー、トゥー、トゥーうんで、これが、ワンニコ、ね、ウォーター、ウォーターニコああ、ど、どっちにしようかな OK、こっちこっちうん、Yes, OK で、OK Yes うん、Thank you ジョブロックほんまにもう注目の的ですわ子供扱いやでまあそれはすでに子供やねんけどなだって何にも喋られへんからなクークー言われてたまあ1日目にしちゃいい旅したんじゃないんですかまあでもなんか何とでもなるもんやなラグマンが来ましたうわ何これ最高や最高にうまそうやばい何なんこれマジでうまそうこれで食うのいただきますスプーンで食うのうどんみたいになってんでスプーン箸やんなこれスプーンでこれでこうあ、フォークあ、やっぱそう Thank you Thank you これやんなこうやってこうやってビーカービーカー OK だからね、ビーカー言われてるめっちゃトマトやなトマトのスパゲティにうどん使ってるみたいなおいしい Very good Very goodベリーグッド。Yes。めちゃくちゃ。やっぱ牛肉かな。牛肉やな。牛肉となんか野菜とアジアンやな。フィリピンのアドボとかにちょっと味似てるやん。でもトマトの酸味もめっちゃ効いてる。めちゃくちゃうまい。マッチの食堂みたいな感じだからめっちゃいいとこ来たやん。ほんまにうまいねんけど。エスネックアジアン。うどんやわめっちゃ具だくさんやで白菜とか玉ねぎとかあ、ベリーグッドめっちゃ美味しい Thank you それはな、そうやな、多分なあの人ら今めっちゃ喜んでくれてて言語一切分からないやつが写真で自国の料理を決めてで爆食いして美味しいって言ってる姿を見たらそれは嬉しいんやろな海外では料理はめちゃくちゃ美味しく食べるのが鉄則やからちょっと食い方にマナーがそれぞれあるから海外はウズベキスタン調べてなかったから申し訳ないけどでもみんななんか笑顔な感じやったからよかったなんかあるやんうどんでもすすったらあかんとかさ音鳴らしたらあかんそれどこでもかこれマンテめっちゃでかい餃子やんこれヨーグルトみたいなのと一緒に来たでこれほんまに餃子やなこれうまっ肉厚すごっ日本のひき肉と違ってもうちょい粒がでかいなウズベキスタンにも餃子料理があんねんなでだってめっちゃニンニク効いてんでちょっと蒸し餃子1個多かっためっちゃカロリー高いめっちゃ美味しいハルシュハルシュうんありがとうありがとうなんか分かったよく食うたなーって言うてる感じが伝わってきたやっぱ食いすぎた深夜やね日本時間今もう3時やね3時半やね Thank you これで足りるかなこれ余ったわ明日のタクシー代 Thank youえ、ウズベキスタンめちゃくちゃええ国やんめっちゃ優しかったでみんなよしほなホテル帰って寝ようシャワー浴びて速攻寝るわほんまガチで速攻寝るからおただいま Yes very good はぁはぁただいまちょっと下のな Wi-Fi で一回計算してみてんウズベキスタンの通貨1スム 0.012 円とかやねん俺20万スム下ろしてそれ2390円2400円ぐらいやってんな俺が6万2000スム使ったんかなさっきのレストランで700数十円とかやとめっちゃ安いやんしかもみんなめちゃくちゃいい人やったし
めちゃくちゃたくさんの人と出会って全員親切にいろいろやってくれて、いやほんまウズベキスタンの人ありがとうございました。ちょっとあのシャワー浴びて速攻寝るわ。明日朝4時半とかにはもうちょっとタクシー乗って行かなあかんから、じゃあちょっと寝るわ、おやすみ、また明日。 OK、 おはよう、グッモーニー。時刻は朝の4時過ぎやんな、4時半。チェックアウトして、でロシアや、ロシアで、ちょっとな、いろいろロシアのチェックしていかないな。ロシアの入国はまあまあハードな予感がするから。ちょっとな、服装がむずいね。ちょっと今からな、ロシアのクラスノヤルスクっていうとこ行くねんけど、そこ多分もうすでにめっちゃ寒いねん、マイナス10、20とかあるみたいなから。おはよう、起きてた、グモリン。あ、チェックアウト、ゆっくり休めてから。いやー、そう、すごい。You can speak Japanese good way. 3? We study. Oh, thank you. 会えてよかった。Nice to meet you. See you later. Yes. And, yes, see you later. Can you call me taxi? Okay, no problem. Here? Okay, thank you. How old are you? 18. 18? Wow. Young. How old am I look like? 25. 32. You should come to Japan.Japan is a very beautiful country. When you come to Japan, send me a message on Instagram. I have too many luggage, so heavy. Because I will go to North Pole. Yes. Thank you! カバン持ってきてくれてありがとう。綺麗なほんま、このホテル。それにしても。いいやつやし。やっぱり旅は出会いやな。Thank you!バイ。 OK、 Thank you so much。 37,500 やった、足りた、全然、あの昨日のあお釣りで。はい、意外と簡単にチェックインできたわ。うん、ちょっとだけチェックインカウンターでなんか謎の待ち時間あったけど、なんかちょっとゴタゴタしてて、まあでもなんか海外あるあるかなみたいな。でこっからロシア、ついにロシア入りで、ロシアのクラスノヤルスクっていうところに行くねんけど、まあそこがから、北極のキャンプ地に移動する。そこに1日2日滞在してからガイドさんと待ち合わせして、で北極マラソンのなガイドさんなアテンドしてもらって、ヘリで北極に行くねんけど、ただなちょっとロシアの入国っていうのがちょっとな緊張感漂ってるみたいで、今やっぱウクライナとの、うん、戦争の問題があるから。ロシアの旅行会社に勤務してる視聴者さんから DM もらって、どうやらロシア入りするときに日本人は半分ぐらいの確率で 50-50 ぐらいの確率で別室に行くと。で長い人は2時間以上別室に行って、スマホの中身からまあ所持金やったりとか目的とか洗いざらいチェックされるとのことやねんな。実際どうかわからんねん。でもまあ多分モスクワが一番そういう確率が多いんちゃうかなって。俺なんかクラスノヤルスクっていうとこやから、ちょっと田舎のところやから、そこはどうなんかっていうところやねんけど、まあでもロシアから見た日本人っていうのは非友好国民っていう風にまあ見なされてるみたいで、まあ、ただロシアに入ってしまったら、まあそのロシア人の国民は日本には友好的やけど、ただやっぱり交通公共機関とかであったりとか空港とか鉄道駅とか周辺とかはカメラ撮影するのは繊細になった方がいいと。でもしそのロシアから禁止地帯と見られた場所で撮影とかしてるとこ見られたら、カメラ没収されてデータ全削除といった状況になるみたい。あとはその動画の内容とかもそうやけど、政治的な内容とかそういうのは控えた方がいいと思いますみたいな風に言われてて、ロシア入ってもだから多分動画の内容っていうかながどこかでチェックされる可能性は、まあ、なきにしもあらずなんかなみたいな。かつそういう政治的な発言は気をつけた方がいいとのことです。ちょっとそういう緊張感漂うかもしらんけど、まあな、考えてもしゃあないから。でこっから急に多分寒なるから、今厚着してるからもう常に汗だく状態。ちょっとだけウズベキスタンの通貨残ってるから、なんかコーヒーでも飲んでから行ってきます。いよいよロシアへ、レディゴー。お、来たウズベキスタンの出国は結構スムーズやったな。もう日本人どこにもおらんわ。でおっちゃんばっか、もうみんな英語も喋ってない、多分ロシア語、ウズベキ語もあるかもしれんけどな。なんか旅って感じがしてきたわ。出稼ぎ行く人らなんかな。
みたいな感じの人が多いな、雰囲気感。その中俺日本人目立つなあ、いつどこ行くんやろみたいな目でずっと見られてんね、さっきから。みんな帽子かぶってるおっちゃん。離れたけどな、今までの飛行機と全然雰囲気が違う。日本人誰もらんし、なんかちょっとダークネスやな。もうどうかなんか出稼ぎトラックの中みたいな雰囲気あるけど、まあでもなんかロシアの田舎行くんやなって感じやな。どっか田舎行く感じがするわ。日本人はいかんような場所に僻地に行くみたいな感じの雰囲気が漂ってます。まあ、日本人がカメラなんか回してたら目立つから、もうロシアやし、ちょっと一旦切って、でちょっと朝早かったから寝るわ一回。おやすみ。よっしゃー、ロシアはクラスノヤルスクに到着。ほんまにシベリア鉄道を通ってるところなんやな。ただシベリア鉄道通ってるけど、モスクワから約4100キロ離れてる。で、日本列島大体東西約3000キロやから、日本列島以上離れてるってことやろ。めっちゃ綺麗やけどな、雰囲気で。これ入国するときに帰りのために出国カードをもらっとかなんからしくて、その出国カードなくしたらもう帰るときめちゃめちゃトラブルになるらしいから、だから必ずその出国カードもらっとくって。そうじゃないと滞在登録したことになれへんってことになるらしくて、っていうふうにその視聴者さんが言ってたから、それめちゃくちゃ大事な情報やん。ちょっと今からまあ入国審査やってきます。ちゃんと入れるかな、ほんまそこやねんな。うわ、なんか入国審査通過できへんかってんけど、なんか一旦ビザがどうたらこうたらみたいな、で審査官も英語喋られへんくて、ロシア語しか無理みたいな状況で、一旦ちょっとそこで待っといてみたいな、待たされてます。やべ、しかも通られへんかった人こんなおるで、みんな通られへんか。え、バイトの面接並みに長い、一人一人が。入国できた。よし、入りました。うわ、ちょっと待って、今までの旅の中で一番難かったかもしれない入国審査。というのも初海外でアメリカ無一文で横断した時、二十歳の時に別室連れて行かれて、そこで 2,3 時間尋問を受けてんけど、それ以来の別室やったわ。なんかまずあの列が15人ぐらい並んでて、もう1人5分から10分以上かかんで、もうバイトの面接してんのかな思うぐらいの時間かかって、なんでやっとのことであの俺の番来たと思って、で女の人やってん、で女の人やったから、うわラッキーや思って、男の人なんか厳しそうな人とかもおったからさ、入国審査官の中で、うわ女の人やラッキーや、いけたなと思ってて、まあいけるっしょっていう、なんかこう高くくぐっててんやん。ほんならやで、あのなんかザワザワしだして、うわこのパターン来たと思って、ザワザワしだして、なんか入国審査官同士が喋ってんねや。で What purpose って言われて、まあサイスイングとかツーリズムとか普通言うやん。でそれを言ったわけやねん。ほんならちょっと経って、なんか待たされんねん、とりあえずそこで。もう一番嫌なあの国と国の間で待たされるっていうパターンやってんけど、そこで待たされて、ほんでなんか君のドキュメントはちょっとなんかおかしい不具合があるみたいなことを言われて、でもなんかあんまりよくわからなくて、その人も英語喋られへん人で、で俺も英語喋られへんねんけど、でロシア語でなんかドキュメントがなんちゃらかんちゃらみたいな言ってるけど、ドキュメントだけなんか英語で拾って、で、あーもうこれやばいんちゃう、じゃあとりあえず待っといてみたいな、20ミニッツ待っといてみたいな言われて、で20ミニッツ待っといてって言われた場所に移動したら、もうなんか何人かおんねや。それがさっきのシーンやねんけど、でそこで20分待とか思っても、そこから30分40分って経って、もうどんどん俺の心臓の鼓動が大きくなっていくわけやねん。でやったのことで、なんか俺のもう身長倍ぐらいある、3メートルあるんちゃうか、それ言い過ぎやけど2メートルぐらいの人が来て、でちょっとこっち来てくれって言われて、うわ来た別室やって、別室受験やって。俺高校の頃も別室やってんけど、受験あのインフルエンザやったから、まあ、それは関係なくて、で誰もおらん6畳ぐらいのなんか部屋に連れて行かれて、机だけポン置いてやって、もほんまにまさにみんなが想像するとの尋問が始まったわけ。でまず荷物全部出せって言われて、荷物全部出して、でこれなんや、これなんや、シューズみたいな、これマラソンのシューズって、なんでマラソンのシューズ、お前走んのか、ここになんか友達とか誰かおんのかみたいな、あやツアーコンダクターがおるみたいな、アテンドしてくれる人がおるって言って、でマラソンに参加すんねん、でそのツアーのコンダクターが俺を案内してくれるから、その人と空港で待ち合わせすることになってるみたいな、でその人のロシアのナンバーあるかみたいな言ったら、ロシアのナンバーないから、だからあのこの番号って言って見して、でもそれじゃあかんみたいな言われて、で何のマラソンやで、で北
極マラソンやってノースパールみたいなアークテックマラソンって言ったら、おそうかみたいな、いきなりなんかこう顔色が変わり始めて、お前そういうことかみたいな、お前北極マラソンに参加するのかってなって、あそれは世界中から来てるわ人たちがみたいな、アジアからも来てヨーロッパからも来て世界中からそのマラソン参加するために来てる人たちがおるみたいな、あお前はだからランナーやったんかみたいな、お湯はチャレンジャーみたいになって、それはなんか戦争とは関係ないみたいなことを言ってる感じがわかんねん、でだから頑張ってよみたいな Do your best みたいな感じで、でもう一回でもまた列並ばされて、じゃあもう伝わってんねんな、だからマラソン参加すんねんなみたいな、はい、ナイスデーとか言われた瞬間に、あもう涙折れてそうなって、そう、うわスポーツって世界救うんやなって、いやほんまにそれ何のために来るんって思うよな、だってこんなアジア人がな、アジア人誰もおらんかったもんな、チャイナとかコリアンとかジャパニーズとか誰もおらん感じだったからさ、だから何しに来たんって感じだったと思うね、だからほんまにサイトスイングとかツーリズムでだから通用せへんかったってことやね、ビザ持ってたとしてもな、だからビザはだから日本のなんか東京のビザセンターみたいなのがあって、ロシアので領事館にパスポートとかいろいろ情報送ってもらって、であのビザ取得してんけど、多分観光のためだけやったら絶対入れてなかったわ、分かったわ、よかったわ、久々心臓止まるか思ったわほんまに、だから言ってるやん、いつも俺が嫌いなものってあるんですかって、怖いものってあるんですかって言われたら、ジェットコースターと税関、あと満員電車もやけど、それがまた確固たるものになりました。うわなんかこの入った瞬間の開放感やばい。でも試練は続くねんけど、あのじゃあいっぱいコーヒーでも飲むかって、なんかもう頑張ったやん、コーヒーショップ行ったわけやねん、カフェ行ってやん、じゃあはいクレジット使えませんでした、で ATM あってん、 ATM よし ATM 行こうと思った、 ATM 全部のカード使われへん、でインフォメーションに監禁所どこやって言って、で監禁所聞いたら、監禁所ないここにはみたいな、これが経済封鎖ってやつか、だから俺は今なドルシェア持ってきたけど無一文と一緒って感じ、そのツアーコンダクターが迎えに来るみたいやから、そうで大事なのがやっぱりその出国カードみたいな、デパーチュアカードみたいな、それも入ってたわパスポートに、それももらったから、これなくさずしっかりとロシアと北極を堪能したいと思います。とりあえずガイドさんと待ち合わせできて、からホテルに向かいます。 From here to hotel? Okay. Okay. わあ、めっちゃ天気ロシア、初ロシア着きました。こっからは安心やろ、ツアーの人らとかがおるからさ、それはちょっとあのお金だけ換金したい、街行ったらあるらしいから、世界各国から来てて、でまあなんか俺が泊まるホテルに泊まるメンバーなんかな、分からん。I'm YouTuber and I'm Japanese YouTuber. I have subscribe. Over YouTuber. Two million. Two million. Yes. Two million. What the fuck? Two million. Follow me YouTube. いいホテルに着きました。やっけーぞ、めっちゃ全員カバンがでかい、俺が一番軽装備じゃん、ワンちゃんめちゃくちゃ荷物持ってきたと思った。ロシアのホテルどんなもんですか、めちゃくちゃ綺麗、ほら見て、しかもベッド2つあるし、チンやおらん時に限ってベッド2つあるの、なんなんこの感じ、時刻はもう4時過ぎ、やばない、だって空港着いたん、飛行機でこっち着いたんあれやで12時とかやで、じゃあ4時間ぐらい空港とかおったってことやで、なんか結構みんなマラソン経験者みたいな感じで、なんか世界のどこのマラソン走ったみたいな感じで結構言われて、いや俺世界では特にマラソン走ったことなくて、日本でまあちょっと走ったぐらいでも、今回全然練習とかも1ヶ月ぐらいやから、まあ、多分だからゆっくり走るよみたいな感じの話してたけど、まあでも結構なあの都市を召してる人とかもおったもんな、俺が一番若いんじゃねと思ったから、実際綺麗な、めちゃくちゃ綺麗やん、お風呂、何不自由ない、いやでもロシアな、お前ちなみに見てきてめちゃくちゃ綺麗やったよほんまに。で北極に飛び立つん自体はあさってとかやね、まあ言ったら長旅やったからな、だからみんなここで1泊2泊してから、であさって北極に向けてヘリコプターでかな出発するって感じするけど、これな、ちょっと眺めこっちやばいね、ほらめっちゃ綺麗やね、これ多分なんか美術館か大学のキャンパスかなんかある感じで、若者とかめっちゃほら集まってんねん、なんか TikTok 撮ったりとかさ、
何やかんややっててさ、あ、どこでも一緒なんやそれってと思って、うん、ただ一個ほんまなちょっとあやっぱそうやんなと思ってんけど、みんな明らかに見たことないぐらいでかいキャリーケースをどんどん2つとか3つとか持ってて、俺はなんか割と小ぶりなバックパックにもっと小ぶりなリュックサックとでもっと小ぶりな手提げみたいな袋で着てるから、ちょっとやっぱ装備まだまだいったんかなみたいな。まあまあでもなんか俺だけじゃないし、みんなでなんか情報共有しながらって感じやったから、ここでなまた新たな出会いがあって、友達がみんなできて会話しながらみんなで支え合ってゴールするという感じなんじゃないでしょうか。はい、まあまあそれぞれペースがあるからな、全員一緒に手つないでゴールってわけではないとは思うけど、そう、まあでも競争じゃないというか、うん、速さを競うというよりも、まあ、完走することを目指して頑張りたいと思います。じゃあちょっとみんなでなんか近くの銀行行って、全員一緒やった、結構ヨーロッパの人とかも多くて、俺ユーロしかないからみたいな、俺の国もクレジット使われへんねんみたいな、結構みんながみんなクレジットももう普通に現金のユーロとかあのダラーとか使われへん感じやったから、全員でもう銀行行こうっていう流れができてたから、ちょっと行ってきまーす。とりあえず一件落着や。ジョブロック。はい、今からちょっとホテルを出てエクスチェンジに行きまーす。なんか近くの銀行で一件だけなんかドルを変えてくれるところがあったから、そこに行きまーす。おい、ちょっと待ってよこれやばない？俺なんかこうそんなロシアこんな感じだと思わんかったけど、空港みたいに殺伐としてると思ってたんやけど、え、なんかもう学生とか子供らか、ほら、うんうんうん、なんやろあれ、フリーハグみたいな、ほらみんなもうめちゃめちゃピースやん。でチームメイトとかもめちゃめちゃカメラマン、 Yeah, I'm YouTuber、yes.Hello, are you a student? Yes. Yeah. Hello, I'm Japan. I'm from Japan. Japan? You from Russia here? Yes. Yes. Why do you? Ah, tourist. Ah, tourist? Yes. I have a YouTube channel. Yes. Japanese YouTube channel. Yes. How many do you have for this? 2 million? Oh, good, good. What? 2 million people. 2 million people? Yes! Because you. Yes! In Japan. Ah, yes. Okay, okay, okay. Mistake, you are. Just wait. YouTube. Oh. Ah, this one. すごいわ、YouTube. やっとってよかった。Do you have a restaurant? I want to look at it. I know. Yes. I can show you. Ah, thank you. This? Yes. Over there? Italian food? Yes. I want to eat Russian food. Russian? Yes, yes. It's Slovenia. Yes. And we have fresco. Fresco? Yes. あ、プリケン、ナイスプリケン、Thank you so much。 なんなんロシア、ちょっと待ってよ、固定観念にとらわれたらあかんな。まあ、このクラスノヤルスクはめちゃくちゃいいわ。あ、今からちょっとカンティンだけ行って、じゃあそれからレストラン行こう。イエーイ、ナイスミーティング、イエーイ、イエーイ、ハロー。ちょっと待って、俺ここで人気者になれるかもしれない。すごいわ。ジョブロック、イエーイ。で今ちょっと監禁しに来てるけど、みんなカメラ撮りまくってるし、チームメイトたち。 So how many countries you visit? Maybe last year maybe 20 times. Yes. Okay. What was your hardest trip, like the hardest or the coldest country you visit? You know what I mean? So what was the most extreme area? Kilimanjaro? Kilimanjaro? And the Amazon River. Oh, great. Yes. Amazonas, so in yes. Brazil. Yes, Brazil. Okay. なんかちょいちょいと、あの、拙い英語で喋ってる感じ。ほら、もう子供も大人も。そこら中におるね、老若男女そこら中におる、なんかめちゃくちゃ平和な都市って感じやな、このクラスノヤルスク。
でこうやってカメラ回してたらなんか勝手に入ってくない子供とか、いやちょっと思ってる以上に平和やな、なんかちょっと度肝を抜かれた、ある意味驚いてるわ。はい、ほんまパッと両替できた、なんかパスポートすらいらんかった、普通にみんな両替できてって感じかな。わあでもほんまクラスメアルスク発展しとんな、なんかシベリアでは3番目にでかいねんで、シベリア鉄道が1895年に開通してそれでやっぱり発展したみたいでさ、いやなんかなロシア思ってたより100倍ハッピーやねんけど、なんかもっともっと殺伐としてると思ってた。いやちょっとあのジョーブログではおなじみの言葉やけど、ほんまにディープスポットとかな、こう思われてるこう言われてるっていう場所行ってみたらみたいな、なあ実際ちょっと全然違った一面が見える、百聞は一見にしかずって言うけどさ、もうまさにそうやな、戦争当事国とはちょっと思われへん一面を見てるな今。いやだからちょっとなんか安心した、行く前になんか親父とかから LINE 来たりとか、鼻毛のおばちゃんとかが LINE 来たり、ロシア行くことをまあ北極もそうやろうけど心配してるというか、スポットスポットには寄るんやとは思うけどさ、なんかやっぱみんななんか見たら挨拶してくるな、日本人が Hello! なんか珍しいんやろな。ほらちょっとさっきのな、あの女の子に教えてもらったとこ行こう、あそこあのホテルからまんまやったから、あそこちょっと行ってみろ、ちょっとなんかボルシチとかなんかそういうの食いたない、ロシア料理の海鮮とかあったやん、キャビアとかの、いやそんな食いたいやん、マラソン前やからさ、ご褒美を自分に先に与えといてガッツガッツかまそう。はいホテル前着きました、ここホテルな、ここ盛り上がりすぎやろ、なんか学生街かなんかなんかな、なんか大学かなんか近くあんのかな、なんでもある的な感じだったな雰囲気的に。何サブラ、サブラ、あ、サブラ、何それ、ナイス、ハロー、ナイス、ハロー、クラスのヤルスク、そういう感じか、女の子ら言ってたやつもあれ全部高級店やってさ、もう Google マップに高級って書かれてる感じで、それで写真見てもさ、ロシアン料理っていうよりなんかこうフレンチとかなんかヨーロッパ系イタリアンとかそっち系で、なんか白い丸テーブルで敷物敷いてみたいな、ワイングラスで食べるみたいな、この辺の店全部そんなんしかないねん。だからそもそもロシアの外食っていうのがそういう高尚な外食なんかな、なんか俺の感じてるローカルなフード、昨日のなんかこうウズベキスタンの感じの雰囲気のやつがないねんな一切。今めっちゃ Google マップ見とってんけどさ、ちょっといいとこの飯屋しかないわ、もう最終そこでもいいねんけど、ちょっとスーパー見っけたからスーパー行ってみるわ、なんか気になるやん、どんなんかスーパー、これおースーパー入ったぜ、これ 1.64×1.7 とかやな、もう手数料とかな、両替した時の普通のスーパーで肉とか 1.7 してみ、これえ、安いんちゃう、これヨーグルト売ってるわ、これ1個で卵あるやん、まあ普通やな、あ99のこれ、まあ、170円、普通やな、ワイン、ワイン、ワイン、安ない、安ない、600円、700円とかじゃない、飲み物もこれも安いやん、170円とか、とりあえず水かけてないね、これ取ってる、これ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  27×1.7 して、安い安い安い、確かにビールとか安っ、めちゃくちゃ安いなこれ、100円いかんで、あ、ウォッカや、あ、やっぱウォッカ安い、瓶でこの値段500円とかいかん、うわーすごい、飲みたなるけど北極マラソン終わってからやな、だいたい安かったな、そんな高ないな、水飲まして、水か炭酸水か知らんけど、あー炭酸水やった、海外あるある、え、でもこれ50円とかじゃん、これもちょっと一回なホテル戻って情報聞くわ、どっかでもそこ行くわ、高級店であろうと、はい、なんかホテルで身支度を整えてたら夜になりました、いろいろちょっとな情報聞いてんけど、いやーないね、ロシアてかクラスノヤルスクか、なんかみんなで食べに行くっていうご飯屋さんってなんか特別な日に大事な人と大事な時間を過ごすために行くみたいな、なんかちょっとなんかこう高級レストランの感じ
いやほんまになんかこう俺が一人でフラッと入れる大衆食堂みたいなのがマジでない。やばい、どうしようかなってなってんねんな。まあでもなんか一軒だけちょっとそこにレストランなんか Google マップで表示されてるやつ見っけたから、もうそこに決め打ちしようかな思ってて、もう最終高級なとこでもいいから行っちゃおうかなって、思って、とりあえずな、まあ皆さんちょっとあのお気づきの人もおると思うねんけど、着替えて俺またこの1991、俺の生まれ年が縫われたセーターに着替えたわけやねんけど、なんとね、まあ、ここで言っちゃおう。はい、今回この北極のためにポデローサで作りました。北極でいろんな部屋作ってきたから、この動画から概要欄から予約販売、開始したいと思うので、よかったらな。前回買われへんかった人すぐ売り切れちゃったから、前回、はい、今回の、シーズンのラインナップもよかったら買ってみてください。はい、あとでちょっと服の説明、今回もできた服っていうのを紹介したいなって、もうめちゃくちゃ気合い入れて今回も北極マラソンへの挑戦の服を作ってきたんで、よかったら皆さんも購入予約してください。はい、見っけた、ホテルの裏のこのフォンバロンって店が、あーなんかもう見るからに高級な感じあるけども、全部こんなんやな、行こう。ほらもうブレイクがなんかやってるやろ。 Yes, one, OK。 OK、 あーこんなんばっかりね、もういいやろ、しゃーない。 OK, thank you。リフトの可能性、ちょっと待って、メニュー皆無やねんけど、わー食べて、全部食べて、なんか美味しそう、なんか分からんけど美味しそう、だってこういう店やからな、マジで分からんねんけど、唯一コーラだけ読めたコーラ頼もう。いやでもありついた、よかった、ロシア料理やっと食えるわ、一発目。きたきたきた、追い求めたやつきたね、これこれボルシチやんな、真っ赤っかの野菜煮込んだスープ、いただきます。コーラもなんかこれリッチコーラっていうらしい、ね、あー美味しい、なんか甘めのコーラやな。野菜とこれなんか肉と一緒に煮込んだビーツの赤身とかトマトの赤身みたいな、で玉ねぎとかいろいろ野菜入って煮込んでるっていう、うまっ、あ肉のうまみめっちゃ効いてるやん、テールスープとトマトスープ混ぜたみたいな味するの、コムタンスープみたいな牛肉の骨の味がギュッて詰まって、そこにトマトの酸味が後からくる感じ、うわこれロシアで寒い中食ったらうまいやろうな。でもともとウクライナ発祥らしい、実際のとこ。うわ俺野菜鍋とか野菜スープとかめっちゃ好きだから、これ汁物めっちゃ好きやねん、だからめっちゃ嬉しいわボルシチ。今日は結構やっぱエネルギー使ったから疲れたな。いやでもなんかこのボルシチが全部かき消してくれたわ、心からなんか温めて抱きしめてくれてるわ。どこが非友好国やねんって思っちゃうぐらいギャップすごかったな、イメージした感じと。俺に対して見る目とかもなんか、あ日本人やみたいな、何しやんのみたいな感じでさ、なんか決して敵視してるっていう感じは一切なくて、うん、だからやっぱなんかこう国民と政府っていうのは違うんやなみたいな、まあもちろんその軍に携わっている人とかやっぱりそういう戦争自体はこういった空気ではないっていうのはわかるけど、ほんまに戦争当事国なんて思わされるような感じだったな。このレストラン来てる人らとかもそうやけどさ、今現時点で現在進行形で戦争が起きてるっていう風になんかこう関心を寄せてる風には一切見えへんやな。まあもちろんその家族で戦地に行った人とかそういう人らももちろんおるやろうけど、なんか普通の日常が、しかもハッピーでピースの日常が流れてるみたいな感じだったから、なんかそのギャップがすごいの。いやなんかモスクワに住んでる日本人の人とも今回連絡取ってたんで、モスクワどうですかって言ったら、なんかこそういう感じの答えが返ってきてやん、モスクワ自体も場所によってはもちろん違うんやけど、その戦地以外はこういう感じなんやろうな。まああくまで主観やからさ、自分が見たもんを答えてんねんけど、どこ行っても別に普通の日常というかむしろハッピーな感じ。今年入って震災が日本でも起きてさ、石川県の震災が起きて、これもボランティアに2回行ってさ、まあやっぱり現地行ったら全然風景も違うし、そこでやっぱ避難所で暮らしてる人とか復興に向けて支援団体で
その支援してる人とかボランティアしてる人っていろんなそういう空気感があると思うんだけど、ただやっぱ大阪とか東京とかその被災地以外の場所って全然普通やん。普通に酔っ払って飲み歩いてる若者もおればみたいな、そこに対して関心を捨てるってことってないやん。だからそういう感じに近いんかなみたいな。びっくりした。かつちょっと俺はなんか安心はしてんけどな。やっぱ来てもうた、来てもうたと言っても過言じゃない。ピュアマジ最高。牛肉な、炒めて煮込んでる感じやな。キュウリも入ってこれ一緒に全部一緒に。こんなん間違いないやん。クリーミーなじゃがいもとこの牛肉のビーフの部分のデミグラスソースみたいな絡まった感じめっちゃ合う。一気にリセットされたわ。ボルシチとビーフストロガノフ食うためだけに俺数時間いろんな店回りまくったからな。最終ホテル裏にあったっていうな東大元暮らしやった。一気にリセットされた。情をリセットさせてくれるのは飯と温泉と睡眠やな。最高なスタートを切りましたぜ。ジョブロック。あーただいま。身も心も満パンや。ホテル帰ってきたで。ちょっとな、あそこマジで美味しかった。しかもなんかウェイトレスの人可愛いしめっちゃ気さくでフレンドリーやし、ちょっとびっくりしたわ。もうほんまになんかおめえが言ったロシアのイメージと全然違うわ。ほんま恐ろしやかな思ってたの全然。もうめっちゃ素敵な店やった。あそこもあそこで。だからちょっとレシートもらったから紹介していこうか。ボルシチが590ルーブル、今のレートで日本円で1ルーブルが 1.64 やから、それで計算したら967円。そう1000円いかん。ボルシチめちゃめちゃうまかったで。で、ビーフストロガノフ、あのガノンブルみたいな名前のな、出るなんで890ルーブル、これ計算したら1459円。そう1500円いかんぐらい。コーラが190ルーブル、311円。コーラ安いな。てか全部安ない、あんな高級な感じで。合計出た1670ルーブルやって、これ計算したら2738円。3000円いかんねん。めっちゃあんな腹いっぱいになって。で1670ルーブルで俺2000ルーブル渡してんやん。まあ多分チップ必要かなって俺思ったから、だからもうお釣り渡してん。お釣りが330ルーブルでもう541円とかやねんけど、そうお釣りをもう渡しますあげますってあのウェイトレスに言ってたら、なんかすごい喜んでて、で最後こう見送ってくれて、最後こうやってなんていうのこうバイバイみたいな、バイバイみたいな感じでやってくれた。めっちゃ可愛いって思った。でもねすごい綺麗だった。もうまあそんなことはええねんけどな。はい、でいよいよ今回北極に持ってきた服、映ってもたけど服の紹介をしたいと思います。もうポデローサで作りましたよ今回は北極のために。まあ見たやつもあると思うね。見たやつやったらこれドン、ニットー、そしてポデローサのニット帽で、これポデローサのランナウェイウェア、ランナウェイ、これちょっと紹介していこうか。マジでイケてる、マジで可愛い。俺ほんまにこれ最高やと思う。はい、まずは一押しの北極マラソンで着ていくこちらジャケット、ウィンドブレーカーでございます。これ表側の素材はナイロンとかポリエステルとかいろんな素材ミックスしてて、で同じ黒でもほんまに多彩な見え方になってるねんな。表側の生地の性能は撥水とか透湿とか防風で、裏側の生地の性能はもうこれ吸水速乾、もう汗とか吸水速乾してくれるってことやねんな。着たらこんな感じな。マジで可愛くない？これなんか俺ここのバンダナの感じがめっちゃ好きやわ。デザインはほんまに前後左右上下で異なるいろんなデザインミックスしてます。フードやったりとか袖のパーツっていうのはマウンテンパーカーの生地とかパターンやねんな。右上のパーツでも MA1 の MA1 言うたらあのフライトジャケットの生地のパターンを組み込んでんねん。オレンジはだからポイントポイントで見せてんのは MA1 の裏地をイメージしてるって感じかな。もともとやっぱ MA1 ってフライトジャケットやから、旅をイメージしたポデローサのテーマから選びました。まあ、今回の旅にぴったしってことや。袖の下とかなんか襟のネームタグにプリントされた斜めのボーダーラインは、本来って危険ゾーンを表すときに黄色と黒をなんかしましまにしてイメージしたりするやん。ただ、そうじゃなくて、まあ、今回北極の氷をイメージして白色と黒色に変化させたって感じかな。これマジで一押し。これで俺は今回の挑戦を達成させたいなと思って作りました。裏はこんな感じです。ここに1991って俺の生まれた年を印字してます。今回俺がこれを通して北極マラソンを完遂したいなと思います。はい、続いてはこちらポデローサの総柄のニット帽。めっちゃ可愛くない？このポデローサって文字。はい、被った感じはこんな感じ。
なんかよくね、可愛くね、フォゼローサ。これもこんな感じで走ろうと思ってます。これな、ロゴのデザインがジャガートっていうニットの編み方で表現してて、だからプリントじゃないね。だからプリントじゃないから何回選択しても剥がれることなくて、でプリントじゃないから独特なニットの味わいが出てます。で、かぶった時になんか肌に当たる部分がチクチクなるやつってあるやん、なんかそれならんように、だから比較的肌に優しい糸を使って編んでます。で、二重構造になってて、そう、しっかりとした保温性と商品の耐久力があります。で、吸水速乾性があって、家庭洗濯にも対応してて、まあ、お手入れ簡単やな。家庭洗濯対応ってめっちゃ良くない？マジで可愛いと思う、これ。この感じ。はい、このニット帽もマジで可愛くない？これなんかシンプルなニット帽に見えんねんけど、ただ部分的にダメージ風のデザイン入れてんねんな。これダメージに見えんねんけど、加工で傷つけてるわけじゃなくて、あのニットの編み方で表現してんねん。だから、全然ほつれる心配がないって感じ。白のここもめっちゃ可愛いよな。うわ、これもいいね。いい感じやな、マジで。あ、好きやわ。かわいい。で、これも肌がチクチクならんように、肌に優しい糸使ってます。で、全体的に編み方を、なんかリブ編みにしてるから、伸縮性が高い、伸び縮みが高くて、だから、頭の大きい人から、頭の小さい人まで、被った時に自然にフィットする。だから男女兼用で使えるって感じかな。さっきのニット帽もそうやねんけど。で、これ。ポデローサのオリジナルのワッペンで総刺繍でバンダナ柄やねん。光沢感の違う糸を使い分けることによって、だから見る角度によって、そう、違うハンドメイド感があるって感じになってます。で、ちなみにこれいろんな柄の色他にもあるんで、概要欄からホームページからチェックしてみてください。はい、次はこれ、さっきまで着てたニットのセーターです。この1991が良くない？なんか俺の生まれ年やねんけど、左右対称でいいやん。これフェルト素材のアプリケで表現してて、なんか懐かしいやん。昔のサッカーのユニフォームな感じみたい、スポーツ感出てる感じが。これ比較的シンプルなニットやねんけど、なんか袖にボリュームを持たせることによってリラックスしたシルエットを演出します。で、これ生地結構厚いねん。で、だから着用したらナチュラルに体のラインに寄り添って、でふわっとゆったり着れるから、だから体のライン気にすることなく、なんか男女兼用で着れると思います。脇とか袖下の縫い目はなんかあえて表に出してて、カジュアルでラフなイメージを作ってます。袖口とかこの裾の部分とかはダメージを演出してんねんけど、ニットの編み方で表現してるから傷つけたもんじゃないから、だからほつれる心配ありません。これ全然ほつれる心配はありません。編み方でやってるからな。襟はちょっと断ち切り風のシンプルなニットの編み方になってるから、だから首周りがスッキリしてて、ネックレスとかインナーの T シャツとかと合わせても可愛いかもしれません。シンプルやけどちょっとダメージが入ってて個性的なニットのセーターになっております。可愛い。ちょっと今日はね、もうドタバタやったんで、寝て明日に備えたいと思います。やっとベッドで寝れる。いや、ウルベキスタンで寝たんか、ベッドで。まあやけど一瞬やったもんな。で、なんでベッド2つやねん、ほんまに。次の動画は多分北極行きなんちゃうかな。うわー、遠くまで来たな俺。ちょっと体休めて、挑戦のために万全の状態で挑戦したの。いや、でもなんか嬉しい。また挑戦するんやんなっていう気分が、自分に対して。ほな、おやすみ。やりたいことを